皆さんこんにちは、改造車ジャーナリスト土井パフォーマンスです。今回はドイツのドルトシュライフェに来ております。あーすいません、あのニュルブルクリンクのことです。イライラすいません、あのついてちょっとインテリが出ちゃったんですけど、あのニュルブルクリンクって実は総称で、いわゆる北コースっていうのは正式名称をドルトシュライフェって言うんですね。はい、皆さんも友達と会話するときにぜひ言ってみてください。あーそれね、ドルトシュライフェで、ね、友達いなくなるかすごい嫌なやつだと思われるんでおすすめです。というわけで今回はレンタカーを借りまして爆走したいと思います。でまずこの日本の車の販売店のスタッフもほぼド素人っていうかド素人ですねが走るとどんだけ大変なのか、まあ、あとは結構ニュール何分とかって結構ニュースとか出るじゃないですか。あの何分がどんだけ大変なのかを今回お伝えしたいと思います。目標は9分切り、8分台で回ってこれたらまあいいかなと。まあ、アセットコルサでは一応8分40秒くらいで回ってるんで、まあ死なない程度に頑張りたいと思います。さあというわけで今回はこのレントボーリングっていうところでレンタカーを2台借りました。昔はなんかあの普通のドイツの一般道を走るレンタカーでもそのまま走れたらしいんですけど、今はまあ自分の車がレンタカーっていうのがまあ必要みたいです。で今回はこの125を2台借りました。というわけでこれで2台で走ります。そして今回一緒にこうドイツを回るメンバー兼このデュールを走るメンバー、大阪店岡店長と、あとはいつものカメラマン、そして名古屋店の土方店長、そして東京店のスタッフ池田君、この5人で走りたいと思います。もうガチ勢なんでちょっと2人ほど装備がおかしいですけど、まさかのヘルメット持参で飛行機に乗ってドイツに来るという、これで走りたいと思います。そして車はこの2台借りたんですけど、仕様としてはだいたい一緒かな。日本に多分125ってないと思うんですけど、カーベンのバージョン3が入って、ホイールも BBS のホイールになってます。でこれフルラップ、フルラップだね、フルラップで、元色白っすね。あ、元色白なんだ、はい、こんな感じの車。そしてマフラーはミルテックのマフラーが入ってるそうです。なんでマフラー入って、まあ、バージョン3も入って、まあ、ブレーキはジムパフォーマンスのブレーキ、そして内装はこんな感じでドンガラ4点ロールケージでございます。なんでまあ走るにはまあ十分かなと。ちょっとこれに乗って走ってまいります、はい、よし、じゃあ土方さん行きましょう。行きましょう。あの8分台とかって偉そうなこと言ったんですけど、あの目標完走、無事故で完走です。目標今ちょっとグッとハードル下がっちゃったね。いや社長にも本当に怪我だけすんのよ、死人も出てるからなって言われてるんで。そうだよね。一応アセットコルサで少し走ってきたんで、はい、多少コースは分かります、はい、ただ多少です、はい、池田君に見守ってもらって。で一応今ここ駐車場なんで、うん、ここからゲートを通って行きます、はい、いやなんかみんなが楽しんでていいよね、最高です。いやこの雰囲気ないですよね。うん、だからさっき992の GT3 あれですか、あれですね、もういたりとかしましたけど、うん、で今日は日曜日ということもあって、うん、非常に車も多い感じっすね。はい、なんかこの休日の過ごし方って素敵ですね。そうですね、日本にないっすね。ないです。輸入したいっすね、日本に。はい、もうこの文化を日本に。そしてここから、うんうん、コースにいよいよ入るんですけれども、はい、ツーリスト観光客向け用の集会なんで、うん、ゲートがあってレンタカー屋さんで借りたチケットで入ります、うん、はい、ルールがいろいろあるんで、はい、15分ぐらいですかね、うん、グリフィングして、はい、ルール細かく聞いて、必ず左からまくりなさいよとか、速度制限は必ず守りなさいよとか、うん、まあ、その辺の細かいのを聞いたんで、うんうん、うわ緊張する。本当？めっちゃ緊張する。いいな、久しぶりだな。行きます。うわ、ちなみにオートマなんでこれマニュアルは死にますね。うわ怖っ。タイヤちゃんと温めてよ。はい、おお、一回パスしますね。はい、うわめちゃくちゃかっこいい。あ、ツーリングだ。ツーリング。でニュルブルクリンクは皆さんご存知だと思うんですけど、1周約20キロ、はい、高低差がなんと 300m あります。すごいね。なんか東京タワー1個分を登ったり下ったりする、はい、そしてそのコーナーのほとんどがグラインドなんで、なるほど、
コースを知ってないと、うん、うわめちゃくちゃ怖いという、はい、でバイクなんかも当然同じように走ってます。はい、そして今低速コーナー抜けたんで、はい、ここからはもうひたすら全速力、怖えんだこれがアセットコルサーめちゃくちゃ有効っすね。はい、本当。いやもうコースが大体ですけど、危ない、怖い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 、ごめんなさいいやほとんどが本当にブラインド、はい、うん、で高低差がありすぎてその先のコースが見えないんで、うん、そうですね。よし、でここからもうひたすらアセットコルサだと踏めるんですけど、実際踏めないです。いや実際は踏めないです。この路面のわだちとアップダウン、めっちゃ怖い、ものすごいダウンヒルです。すげえ、これちょっと動画で見たりとか、あ、G 半端ないです、やばい。動画で見たりとか、こうシミュレーターと全然違います。違うよ、違う違う、あ、ここが、ここですね。そうですね、ドリーミングでも事故るから気をつけろって言われそうです。はい、でここからはしばらく高速コーナーが続きます。はい、 GT3 に抜かされました。おー、で北コースは結構その何分で回るとかって話題になることが多いんですけど、はい、実際は、うん、うわっと何回も改修されてて、はい、コースだったりもちょいちょい変わってるんで、あ、まあ、歴代のタイムっての結構あんまり当てにならない、距離も微妙に変わってたりするらしいです。なるほどね。そしてここからは割と中速のコーナーが続きます。はい、あ、この景色はよく見る景色です。そうっすね、はい、怖っ。ほとんどがブラインドなんで、はい、本当によく見ながら走んないといけないのもあるし、うん、あとはもちろんその本気で走ってる人もいるんで、そうですね、ちゃんと速度差考えて周りをよく見て走らないと。でここからはもうしばらくストレートが続きます。はい、でこの森も実は全開で行けるんですけど、いや無理です。ただ車はこれめちゃくちゃいいっすね。あ、本当。めちゃくちゃいい。へー、足最高にいいし、グリップするし、ほぼ素人の僕が乗っても割と走れちゃいます。速度差がやべえ。ここもアセットコルサだと全開ゾーンなんですけど。すげえなあいつら、180ぐらいが限界っすね。でもやっぱり路面のね、はい、荒れ方がちょっと怖いです。そうっすね、はい、こんなバンピーな路面だと思わなかったんで、僕助手席なんで余計怖いです。富士とかちゃんと整備されてるサーキットとやっぱり全く違う。ああ違うね。軽々来ました。おいい、このバンクがすごい。うわー、おうおうおう。ちなみにこのコンクリートのバンクは2箇所あります。忙しいでこの先に行くと YouTube でよく見る事故スポット、はい、めちゃくちゃギャラリーもいるコーナーですね、が出てきます。ギャラリーも期待してるでしょ本当は。いや、それ取り来てる人もいますからね。そうだよね。でもさ、やっぱり縁石めちゃめちゃ高いから使えないんだね。そうっすね。ああ、これ飛ぶよ縁石行ったら。動画画像じゃ伝わらないかもしれないけど、はい、逆バンク多いね。多いっすね。ああ、これはここがよく突っ込むグラベルですね。ああ、そうだね、ここね。そしてこのギャラリーコーナーを抜けるともう本当にあと少し、うん、最後にもう一回コンクリートのバンクが出てきます。はい、おっとおっと、イエローシグナルです。まさかのイエロー。多分誰か事故ってますね。これはローバーか、うん、ローバーがクラッシュしてますね。そして今自己ポイント抜けたんでまたみんなペースが上がると思います、はい、ただもう2個目のカルセルなんで、はい、もう終盤っすね。そうですね、高速コーナーをなんとか抜けて、はい、最後
むちゃくちゃ長いストレートということで、はい、ただツーリストなんで、うん、最後のストレートは半分ぐらい、うん、そうですね、残り半分は130キロ制限ということで、はい、ここですね、はい、アウディスポーツの看板が有名なここ、そうです、ここはもうあと流して帰ります。はい、じゃあ続いてうちのエース池田くんと回っていきたいと思います。あの、じゃもう観光客の格好じゃないじゃあ参ります。全開池田ドライブルで参ります。アップダウンすごいっすね。そうなんだよ、いくらシミュレーターで走り込んでもこの縦地は感じられないじゃん。感じられないですね。視覚的にこう上がってんな下ってんなっていうのは体験できるけど、シミュレーターってこう落っこちる感覚はやっぱりなかなか完全再現できないから、こう軸がいっぱいあるシミュレーターだったらこう前に落ちる感覚多少再現できるのもあるけど、ふわっていうこう真下に落っこちる感覚って、うわい、そんな攻めないでうおい意外とでも後ろが来てなくて、そうね、でも後ろずっと気にしないと速度差がエグいんで急に来るんですよね。そう、でまず一番怖いこのブラインドに対して突っ込んでこのガチジェットコースターっすね。やばいっしょ、やばいっす。いやこれコース分かってても全然違う。いや思った俺もあそこさ、アセットコルサだったらあのブラインドだけでいけるって思って踏むんだけどさ、ちょっとね実際は無理。全然違うっすね。これアップダウンはシミュレーターじゃまず体験できない。あと、これちょっとカメラマンとも言ってたんですけど、あのシミュレーターよりもコースが狭く感じるっす。ああそうだね、めちゃくちゃシミュレーター結構広く感じるよね。いやそうっすね、動画でどこまで伝えるか分かんないですけど、うわー誰かグラベル突っ込んだんだ砂が撒き散らされてるこれ本当に何だろう、峠道に近いですよね。本当にそうだよ、日本の峠だよね、だからこの高低差とさ、はい、サーキットっていう感じとはまた違うです。あこんなナッピーなんだ、やばいよね、怖っ、完全に落とし怖い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 、ちょっとえーと怖すぎます多分ドライバーはマージン取って走ってるつもりなんだろうけど、結構取ってますよ。助手席だと落ちる感覚、縦地横地のこの繰り返しが怖い。縦地が多分これ日本のサイトじゃこんなん味わえないですね。無理だよね、はい、よいしょ、結構な、結構上り下りがすごい。そうなんだよ、高低差があるコーナーばっかりだよね。そうですね、コース覚えてても全然やっぱその通りには走れないですよね。こうやって本当に峠を攻めてる感じだよね。そうですね、よいしょ、あのだいぶシミュレーターよりもブレーキは相当高いですめっちゃ上りこれマジフルバギー運転必要だね。必要です。体がまず支えられない、普通の感覚シートじゃ。バンピーすぎるでしょ途中来るとき走ってきた一般道のところ路面綺麗です。そうだね、はい、あ、GR ヤリスが、うわ、速えな、ヤリス。
カルーセですよね。そうで、あんまりシミュレーターじゃ感じ取れないけど、カルーセルまで行くのも結構な上りという、だいたいカルーセルの侵入が落っこちてるもんね。そうですね、これすごい見えないっすね。見えない見えない、本当にちょっとしたコーナーが全部ライトなんだよね。そうですね、コーナーは先が見えない。こういうとことかも全然見えないんだよ。そうですね。そしてアウディスポーツを過ぎたら130キロ制限ということで、お疲れ様でした。いや池田くんうまい、やっぱり汗だくコース全然わかんない。うまい池田くん、やっぱり一周20キロのコースだって覚えられないです。マジで、でもね BMW のこの車の作りの良さはね本当に関心だね。あ、そうですね。まあ、あとは多分観光客用に肘川さんも言ってたけど、ちょっと足柔らかめにセッティングしてあるんで。そうですよね。いやお疲れ様でした。お疲れ様でした。じゃあもうお腹いっぱい、もうもうあの生まれて初めてのサーキット走行がニュルっていう、ね、そっか、そう、それすごいね。そうもうね走っとってパッてルームミラー見たら、あ遠くに M2 がおるなーってパッて見てミラー見たらここにおるんワープしたんかなと速度差やばいよね。やばい、もうすごい怖すぎる。おがちゃんが一周でお腹いっぱいになっちゃうという、はい、もうなんか一人3周走れるらしいけど、もうお水飲んで待っとく。これ日曜日っていうことで人も多いんですけど、この活気がすごいね。すごい、もうちゃんとみんなね、ブレーキやってちゃんと走っとる。年配の人から女性の方まで、うん、でもみんな車が本気。そしてこちらはなんとテックアートのパーツがついた991点に GTS が今空気圧調整して、なんかでもちゃんとテックアートのパーツついたのがニューロ走ってるとさ、なんか嬉しいね。やっぱりちゃんとしたのなんだなっていう。で、BM がとにかく多い。だ本当に本物しかいない、なんちゃっての格好だけの車だってやっぱ走れないんで、本当にマジのパーツついた車しかいないという。これはちょっと日本にこの文化欲しいな。バイクもちなみに結構走ってて、これ Z なんですけど1300の多分エンジン乗せ替えてるんですね。水冷の6気筒、こんなのも走ってたりとか、もうとにかく活気がすごい。ご飯食べるとこもこんな感じで、だってまだ午前中っすよ。朝9時っすからね。まだ10時10時か、うん、というわけでこんな感じでめちゃくちゃ活気がある、はい、みんな一緒でお腹いっぱいになっちゃってるんですけど、はい、もう少し周回余ってるんでちょっと休んでもう一回走りたいと思いますはい、それじゃあ続いてうちのカメラマン、もう何度も動画登場してますんでご存知の方もいらっしゃると思いますけど、池田くんと同じくガチ勢、ベッドも持参してますけど、ご覧ください、この半袖半ズボン、現地の人かっていうというわけでこれでちょっと多分今回のメンバーで一番やべえ運転をするんじゃないかということで助手席乗ってみたいと思います。でちなみに池田くんがもう1台の方に乗って2台で走りたいと思います。もうとにかくさっきも92の GTS とか、あとは GT4RS とか、なんかもう日本じゃもうめったに見かけないような車もうガンガンしばき倒されているという。もうポルシェとかもう虫だらけだもんね。あとやっぱりパーツが中途半端なものとか偽物は絶対ダメだなっていう、これ本当に死を意味しますね。ここニュルを走るのに中途半端なものとか偽物は。そして前を36が車ちょっと増えてきましたね。そうだね、日曜日すごいね。参ります。半袖半ズボンドライバーが速いうわ200キロぐらいやばシミュレーターと違う。全然違います。全然違うんだ、やっぱり。やっぱりそのトラクションが抜けてるか抜けてないか、あそれってシミュレーターじゃ分かんないよね。でこうシミュレーターだとここも全開でいけるんだけど、
ここが怖いのよ。うわマジでこれ4点ガッチリ締めとかないと。やばいやばいやばい。ですね、ただいま220キロぐらい。気持ちが多いです。怖い。怖すぎる。あの運転が怖いんじゃなくて、コースが怖い。中高速の怖い。つくばよりだいぶ怖いぞ。モテギ。モテギだ。モテギサーキットより怖い。攻略のしがいがあるというか、もうこのコースを極めるのにゴールがないというか、速度レンジが上がるともう全然そのコーナーの処理の仕方も違うし、いやでも全然安心して乗ってられるな運転は。うわ池田君もついてきてる。今トラフィックで。すげえ。ここ怖いよね。すげえ。150キロぐらい。でそのまま中速コーナーを。そう。そしてやってまいりましたカルーセル。ここなんか入っても怖いんだよなカルーセル。車が本当に落っこちてる感覚。今半身で汗だくなんだけど。本当にブレーキとかサスペンションがめちゃくちゃ重要。だから僕も正直激安車庫場とか使ってきましたけど、もう車が多分それじゃついていかない。本当にちゃんと本物をつけないと、エアロパーツにしてもブレーキにしてもサスペンションにしても、絶対これはもう回ってくることさできないっていうのが。やっぱさっき土方さんとも話したんですけど、休む暇がない。あ、ないね。ずっと気が張ったまんま約8分ぐらい、9分ぐらいか。いやでも本当にあのパーツの性能の大事さ、まあ、結構いじった車なんかもやっぱり多いんですけど、パーツの性能の大事さはもう本当に痛感したっすね。まあもちろんその使うシーンに合わせて、まあもちろん低ダストブレーキはダメだとか、まあローダウン優先のサスペンションがダメだっていうことはないんですけど、やっぱり車の性能を発揮するんだったら本当にやっぱり本物をつけないとダメだなっていう。そんな中で、まあ途中も触れたかもしれないですけど、テックアウトのパーツがついてる車あったりとか、またジャーマン、ドイツ BBS 履いてる車が多かったりとか、また日本のホイール、レイズのホイールとか履いてる車なんかも見ましたけど、または日本車も結構ランエボとかシビックとかも見ましたけど、やっぱり本当にその本物が試されてる場所なんだなっていうのを痛感いたしました。お疲れ様です。お疲れ様でした。やっぱり国が違えばこの車のいじり方作り全然違うんだなっていうのを本当に思い知らされましたね。本当にもう旗から見たら遊んでるだけかもしれないですけど、本当にいい経験させてもらいました。
さあというわけで、なんとかどうにかこうにか回ってきました。もうあの7周って言われたんですけど、もう 1,2 周でお腹いっぱいでございます。もうこの雰囲気ちょっと伝わるかわかんないんですけど、本当に半袖半ズボン、もう下手したらタンクトップとかでももうガンガン走ってる感じ。そしてもう僕らこう男性陣だけじゃなくて、女性の方とか子供が見に来てたりとか、まあ年配の方が運転してたりとか、女性なんかもうノースリーブ着てフルフェイスで36のロールケージっていう、もう日本じゃまず見ない光景が、途中カメラマンも言ってましたけど、なんとなくこうワイワイ感は割とこう週末のまあ回答者が集まるパーキングみたいな感じなんですけど、まあ空ぶかしする人もいないし、本当歩行者にも必ず道譲るし、マナーがめちゃくちゃいい。もう本当になんか同じように見えて全然違う感じが。そしてあの途中も僕も言いましたけど、コースがやっぱり実際走るのとシミュレーションとか動画見るのでやっぱり違う。特にこう上下ので、やっぱりそこで鍛えられた車っていうのは一級品だなっていうのを本当に痛感しました。まあ、社会勉強ですね、遊びじゃないです。ニュルブルクリンクをお伝えしました。僕らのドイツの旅はまだまだ続きますので、ぜひチャンネル登録して各種 SNS のフォローもよろしくお願いします。最後までご視聴ありがとうございました。